皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションはゲームレクリエーションで後ろへぽいです。高齢者は、だんだんと腕が上がりにくくなってきます。で、拘縮などもそうなんですけれども、関節自体の可動域が狭くなるわけではなくて、病気によってね、そういう方もいらっしゃいますけれども、ほとんどの方が、その骨を支える筋肉に、ついている滑液という潤滑液があるんですけれども、それが、足りなくなる、あるいは十分に行き届かなくなることで、筋肉の動きがね、滑らかじゃなくなることによって、動きが制限されるという方が多いです。で、肩をね、上げたり腕を高く上げたりするという行為はあまり、普段されない行為なので、鍛える機能訓練も兼ねた、ゲームになっています。ゲームの内容はその名の通り、椅子に座っていただいてボールを渡し、後ろへ向かって投げていただいて、今日はゴミ箱を用意してますが、適当な入れ物に、入れるというゲームになります。では早速やってみましょう。はい、入りました。何テイク目だったかはお伝えできません。結構ね、難しいんですけれども、一つ注意点として安全への配慮のために、このお席よりも後ろ側にお客様がはご案内しないようにしてください。アレンジの方法はいくつかあるんですけれども、椅子を同じ向きにですね、前向きな感じでずらーっと並べていただいて、上からボールを送っていただいて、最後の人がシュートをするというようなチーム戦もいいと思いますし、個人戦でどちらが先に入るかということで、これと同じものを2組用意していただいて競うのもいいと思います。あとは、今日は大きめのボールを使ったんですけれども、小さめのボールとか、あるいは紙とかで、もう少しね、近いところに置いて、例えば10球投げたうち何個入るかっていうのもいいかと思います。今日は上肢の機能訓練を兼ねた、後ろへぽいというゲームのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。